ルなのでちょっとね5分だけね、なんかねちょっと待って Wi-Fi がさ使えるかと思ったらさ、ちょっと Wi-Fi なんか拾えなかったのよ。なのでちょっと5分間だけやります。それでまたちょこちょこね、ちょこちょこ映すね。ここね、有明のシンボルプロムナード公園です。じゃじゃじゃん、シンボル有明側からの入り口でシンボルプロムナード公園見てみて。それでここね、花藤っていうの、お花畑一面ね、ほら見て、パンジーすごいかわいいの。じゃ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 ん、これさ、なんだっけ、ここを管理してくれてる職員さんがさ、一つ一つね、おー、花ちゃんありがとう。これね、一つ一つ手植えしてくれてるんだよ、これ。すごいよね。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待って、今ね、見える見えてる、じゃ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 ん、おダンゴムシ愛好家さん1300ポイント広告ありがとう、イエーイ。じゃ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 ん、超綺麗でしょ。もうね、最高なのよ、ほら。それでね、これさ、なんだっけ、アザレアだっけ、ほらアザレアだよね、確か咲いててちょこちょこ咲き始めてきてね。で向こう側にもね、ほら見てみて、すごくね、パンジーとビオラが植えてあって、超いい匂いがするの。ほらちょうどさ、その土手になってる部分があるんだけど、そこのところがね、外側からほら一面にこのさ、有明シンボルプロムナード公園にね上がってくるさ、階段のところに向けて一面に植えてあって、そこほら有明駅、じゃ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 ん。それでさ、こんな感じなんだけど、見て見て見て、ほら桜も咲いてるよ、桜超綺麗ですよ、超かわいい。それでね、今日はね、なんだっけな、あそこで国際展示場でほら大きいさ、ライトアップとかが、去年クリスマスのライトアップされてたとかあるじゃん、あっち側でなんかね、モーターサイクルショー、なんかバイクのショーをやってて、イベントをやってて、それでもう一つの正面から見て右側の方はね、なんかアニメのイベントやってるらしいよ。なのでね、すごい、あそこの、なんだっけ、国際展示場にぎわってた。じゃじゃじゃーん、こんな感じ、イエーイ、すごい綺麗でしょ、イエイエイエイ。じゃじゃじゃーん、もうね最高なのよ。それでね、多分ね、多分だけど、こんだけパンジーが綺麗ってことはね、シンボルプロムナード公園はね、シンボルプロムナード公園はね、チューリップも綺麗なの。ここをさ、ここずっとまっすぐ行くと、あそこに見えるかな、お花のモニュメントがあるのよ。それでさ、お花のモニュメントの先に、去年はさ、覚えてるかな、あそこのところにさ、大きなさ、ソメイティとミライトワの大きなお花で作ったモニュメントがね、オリンピックの時はあったのね。うわー、花ちゃんありがとう、400ポイントも広告ありがとう。それであそこのところにあったんだけど、その先にずっとさ花壇があるのよ、お花畑の。それでここのね、シンボルプロムナード公園はね、この時期はね、富山の、チューリップ毎年多分ね300万球ぐらいだったような気がする、間違ってたらごめんね。毎年やってるから多分今年もやってると思うのよ。
それでさ、こんな感じで後でさちょっと見に行ってみるか。見えるかな。それでさ、じゃ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 ん、こっちのね、あの iPad さ、ちょっと今 Wi-Fi 拾えてないからさ、あのもうちょっとしたらさ、今ね、なんだっけな、 TikTok のさ編集もしてたのよ。あのなんか10分動画がなんか使えるようになりましたって書いてあったから、ちょっとテスト、あの細かいのをさ、短いのをちょっとね、さっき取りためてたやつを TikTok にちょっとさ、あの編集っていうか、編集って言ってもさ、ただつなげるだけなんだけどさ、でちょっと上げようかなと思って、テストでね。今日はね、有明だよ、有明。じゃじゃん。あ、小太郎さん、イエーイ。小太郎さん、ゆずちゃん、こんにちは。今日はね、有明。じゃ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 ん。ちょっと見える？あそこにさ、あれ？こっちか。ほら、間違えた。ほら、あそこ、有明駅。ちょうど有明駅を出てすぐのところにさ、あのシンボルプロムナード公園の入り口があるのよ。それで、はーい、こんにちは。あ、ゆずちゃん、おはよう。そう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 、小太郎さん、ゆずちゃん、おはよう。それでね、今ね、有明に来てるんだけど、もうさ、すっごい綺麗なのよ。じゃ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 ーん。それでね、こんな感じでね、もう最高でしょ。それでさ、ここ花富士って言うんだけど、これね、あの有明に新しくさできたのよ、おととしだと思うんだけど多分おととしだよね。それでそこのところがさ、広場になったのね。多分その、オリンピックをさやるんでさ、この辺さ、本当楽しみだね。今年はね、なんかね、4日ほど早いんですって、桜が。そう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 。それでここさ、全部さ、この職員さんがさ、一つ一つね、あの手作業でさ植えてくれてあるのよ。もうこんな広いところすごいよね、これ。まあ、何人かでこう植えるんだけど、何日かかけて、すごい綺麗。それで、そうそうそう、それでさ、みんなさ、そうなのよ、そうなの、そうなの。それでさ、ここのところにさ、お花のモニュメントがあるじゃない。お花のモニュメントがあって、その先に、あの去年さ、ソメイティとミライトアのお花のモニュメントね、飾ってあったのね。それでその先から、多分ね、あ、ここのさところがあるじゃん、アーケードみたいになってるところがあるじゃん。それをさ、左に行くと国際展示場なんだけど、その辺ぐらいからね、チューリップがね、多分植えてあるはずなのよ、富山の。それでこっから向こうまで、ダイバーシティのとこ、ダイバーシティを台場のところまでで、全部で、300万球ぐらいあるらしいのよね。去年確かそのくらいだって言ってたから、今年も多分そのくらいだと思うんだけど、あの富山のチューリップ、だからこれから見に行こうかなって思うんだけどさ、多分さ、こっちよりも、Android の方が絶対映像はね、綺麗だと思うの、映像はね。だからさ、今さ、こっち、iPad にしてんだけど、ちょっとさ、Wi-Fi もさ、ちょっとこっち入らないから、Android の方にちょっと切り替えるね。その今さ、Android の方でさ、なんだっけな、TikTok がなんか10分動画がね、使えるようになりましたって書いてあったから、さっきさ、ちょっと細かくちょこちょこしてたの、取りためたやつ、つなげて、
今さ TikTok 作ってたのよ。まあ、編集って言ってもただつなげただけだからさ何もしないんだけどさ、それでちょっとそのテスト終わったらニコ生しながらじゃあ行こっかね、ね、楽しみだね。ということでね、うわ、9人も来てくれたのね、え、ごめんね。ということでさ、みんなさ、Android の方に多分あと5分か10分ぐらいしたら切り替えるから、うん、来て来て、ゆずちゃん、小太郎さん、はなちゃん、あとみんな、見てくれてるみんな来て、ぜひぜひ、もう超綺麗だから、もう最高だから、はい、多分絶対ね、あると思うのよね、チューリップ、この時期。去年も桜とチューリップ一緒にあったから、絶対綺麗だと思う。じゃあ、また後でね、いつもありがとうね、楽しみにしてて。でしょー、もうね、もうね、最高、最高だって、なんだっけな、上野公園の桜、入り口手前のところのね、あれがちょっともう葉桜が入ってきちゃったんだけど、すっごい綺麗で、それで、雷門のしだれ桜がね、こう2つさ、小舟町のところにボンボンってあったんだけど、それもね、超綺麗なのよ、今日がね、見頃だと思う、気をつけないとさ、あったかいからすぐ葉っぱ出てきちゃうから、今日明日ぐらいまでかね、昨日、あれ昨日だっけ、私行ったの、一昨日だっけ、あ、違う、昨日はここだ、ヴィーナスフォートに来て、一昨日行ったから、一昨日でこう満開だったのね。だからもしかしたら早くしないと、葉っぱがちらほら、まあ、それはそれで綺麗なんだけどね。はい、ということでね、ありがとうね。じゃあまた後でね、また、あ、ちょっともう一個撮っていい、これいいでしょ、写真写真だけ撮らせてもらって、ありがとう。じゃあまた後でね。じゃあ、Android の方からやるんでよろしくね。はい、よろしくね。